沢田研二&伊藤恵美、若い頃の親子エピソードがヤバすぎる？25年間息子と会えなかった理由とは。沢田研二さんはザ・タイガースのボーカルとしてグループサウンズの頂点を極め、ソロとしても数々のヒットを飛ばした昭和のスーパースターです。ジュリーの愛称で若い女性を中心に熱狂的な人気がありました。1975年にザ・ピーナッツの伊藤恵美さんと結婚、長男が生まれていますが、そこには知られざるエピソードがあるようです。今回はあまり知られていなかったそのエピソードについて見ていきます。お子さんの紹介。沢田研二さんの一人息子は沢田和人さんといい、1979年に誕生しています。沢田さんの本名は沢田の表記のため、息子さんの名前もこちらの漢字になります。沢田さんは和人さんの母親である伊藤恵美さんと離婚後、女優の田中優子さんと再婚していますが、子供はいません。ですから和人さんは唯一の子供ということになります。沢田さんと伊藤さんは和人さんが8歳の時に離婚、和人さんは母親に引き取られて育ちました。現在は音楽関係の仕事に就いているという噂もありますが、一般の方なので情報はないようです。年齢は40代になっていますので、何かの役職に就いている可能性もありますね。昔の家族エピソード。沢田研二さんは伊藤さんに対し、結婚と同時に芸能活動をやめることを求めました。そのためザ・ピーナッツは人気絶頂の中、突然引退を発表し、ファンを驚かせました。当時沢田さんは27歳、伊藤さんは34歳でした。結婚式はファン2万人を無料で招待して、比叡山においてコンサート形式で行われたそうです。さすがジュリー、スケールが違いますね。その日を境に伊藤さんは公の場に出ることはありませんでした。1979年に息子の和人さんが誕生、幸せそうな家族の様子も報じられていました。しかし1983年に沢田さんと映画で共演した田中優子さんの不倫がスクープされます。このことがきっかけで2人は1987年に離婚してしまいました。伊藤さんは沢田さんより7歳年上で、芸能界でもキャリアが上と、沢田さんにとって尊敬し頼ることのできる存在でした。沢田さんが望んだこととはいえ、結婚後に仕事を辞め 100% 沢田さんに依存するようになった伊藤さんに対し、複雑な思いを抱いていたようです。外でスーパースターだった沢田さんは、家では誰かに頼りたかったのかもしれませんね。25年ぶりの真相とは。沢田研二さんは2013年1月に息子の沢田和人さんに再会しました。1987年に離婚して以来、一度も会っていないそうなので、実に25年ぶりの再会です。すっかり大人になった和人さんがコンサートの楽屋を訪ねてきたということで、沢田さんの喜びたるや大変なものだったことでしょう。和人さんは自分と母を捨てた沢田さんを恨むことなく、親父はすごいと周りの人に自慢することもあったということなので、母親である伊藤さんがことあるごとに沢田さんの話をしていたんでしょうね。恨み節や愚痴ではなく、沢田さんの凄さを息子に伝え続けた伊藤さんはすごいと思います。和人さんはそんな母親のおかげでスーパースターであり、年齢を重ねても多くのファンに愛されている父を尊敬していたようです。それでも25年もの間会っていないわけですから、訪ねるのは相当な勇気がいったことでしょう。和人さんはこれまでも父の元に会いに行くことはできたはずです。しかし母への気遣いや、また父が受け入れてくれるかという不安もあったのではないでしょうか。それでもこの時父に会いに行ったのには訳がありました。母親である伊藤さんからの手紙を届けるためです。前年の2012年にがんが判明し、先が長くないと悟った伊藤さんは、
元夫への手紙を綴り、息子に託したのです。元夫と息子の対面の機会を作るためでもあったかもしれません。25年ぶりの再会に沢田さんが涙を流して喜んでくれたことで、和人さんも嬉しかったでしょうね。その手紙の内容に何が書かれていたのか、また父と子が何を話したのかは知る由もありませんが、二人は伊藤さんからの最後の愛情を確かに受け取ったのではないでしょうか。伊藤恵美さんはその後間もなく亡くなってしまいます。和人さんは一人暮らしを始め、それまで一緒に住んでいた恵美さんの双子の姉である由美さんも引っ越して、思い出の家は売却されてしまったそうです。昔の家族写真集、結婚を発表した頃の二人です。少し恥ずかしそうな表情が初々しいですね。結婚発表の会見の一コマです。素敵な笑顔があふれていますね。会見時のオフショットのようですね。この写真は年上である伊藤さんの優しさがあふれています。少し甘えた感じの沢田さんもとても可愛いです。こちらは息子の和人さんが5歳くらいの時のお母さんとの日常を捉えた貴重な写真です。小さな手を挙げてとても可愛いですね。こちらは和人さんの入学式に付き添う沢田さんの写真です。一生の宝物になるようなとても貴重な一コマですね。まとめ、沢田研二さんは多くのヒット曲を世に送り出しただけでなく、奇抜な衣装やメイクなど常に時代の先端を走り抜けたスーパースターでした。人気絶頂の1975年にザ・ピーナッツの伊藤恵美さんと結婚、長男が誕生しました。8歳の時に離婚、以来25年間会っていなかった息子と感動の再会をした沢田さん。息子から病魔と戦う元妻からの手紙を渡された沢田さんは何を思ったんでしょう。息子との関係も今後いいものになるといいですね。